こんにちは。さあ、帰り道でございます。ゴーンと行きますよ。うわなんかね、私が歌おうと思っているお兄ちゃんは一応、5曲ぐらいでレベルラックを上げたので、あと4曲ぐらいなんですけれども、そうですね、人が来たからちょっと右側の道路に出ます。なんかね、歌いたい歌わかんない時とかに聞くんですけど、ミックスリスト、 YouTube のねミックスリストにとか、なんか自分の動画を確認した時に、その後によく出てくる、おすすめで出てくるのが、お兄ちゃんエブリホームで、それも歌った方がいいのかなって。そのね、彼女の親お悩み的には結構もう私も共感する曲ですけれども、お悩み的にも合ってるんじゃないかというわけで、ちょっと騒がしい中歌いたいと思います、ね、ちょっと車通り過ぎてからにしようかな。どこからだったっけ。あ、思い出した。夢が覚めないことをきっと責め続けたのだろう。まだ今は来ない次の列車を待つ。弱さを許さないでと、誰かの思いがこぼれるとき、世界は鼓動を重ねる、まるで嘘みたいに。恋のどこかへさらってしまうなら、Every home、 それは小さな風のように。ちょっとね、まだ音程がつかめてないですか。じゃ練習して歌うかどうかね、吟味したいと思います。なんかね、リクエスト寄せてもらえたらありがたいんですけど。それでは着きましたので、バイビー。